よし、マジかよ。いや、それそこだ。何、これでそんな、ほらよ、もらった。何それ、何、いや、行くよ、ここだ。
お前なかなかいい動きだったぜ。俺もそう思う。いいサッカーだったよ翼。みんな遅れてごめん。翼、怪我の具合はどうだ。ああ、痛みはもうほど。本格的に体を動かせるのはちょっと先。そうか。でもやっぱりサッカーはいいね。みんなの熱の入った紅白戦を見てたらさて、それじゃあ翼も来たし、そろそろ片付けを始め。あれ、森崎、どうしたんだ。ニューヒーローリーグ。さっき監督と下級生の練習メニューについて話し合ってたら、大決アメリカでやるっていう国際大会の日本。え？ってことはつまりリーグ戦と代表選考会を一緒にやるようなもんか。それで監督が校長先生と話し。なあ森崎。うん、1年生から3年生まで参加だって。そい、そのリーグ戦さすが。どれどれ。へえ、全部で14チームの参加。なあ、俺たちのリーグには、強豪校ばっかりじゃないか。代表選考を兼ねてるってことは力が近い。どうした。つま、俺たとえエキシビションとはいえ全国の強敵、そしてそのみんなと一緒に俺はやるぞ。絶対に代表に選ばれて。翼は、聞きましたよ、ニューヒーローリ。それはちょうどよかった。俺やりますよ、必ず代表に選ばれるように。ニューヒーローリ。翼、翼にはリーグ戦に出ることよりも、翼は代表に欠かせない選手。そのことはすでに全国のみんなが知ってる。だから今は試合出場を我慢して国際大会にそれを伝えに来たんだ。そんな、翼には悪いけど森崎、俺もそう思うな。全国大、ああだからこそ怪我は完璧に治さないとな。俺はそんなに世界のサッカーに詳しくないけど、いくら翼でも体調を万全にした。みんな、翼、我々も試合に出てはいけないというつもり。怪我が治って体調が整ったら。だが国際大会で我々が世界と戦うためには。翼、片桐、それにお前だって世界の連中とから。それは、怪我さえ治ればお前は誰よりもすごいんだ。だからここはみんなの言う通りにした方。分かった。でも俺もリーグ戦の出場は諦めない。その間、とりあえず翼はしばらく練習な。俺は普通に練習してもダメだよ翼。このリーグ戦フラノア、たとえエキシビションでも中学さ、みんな絶対に全、もちろんさ。とはいえ翼がいないのはやっぱり不安。翼が抜けたチームにど、いっそのことフォワードを入れて、下級生を一人抜擢したらどうだ。え、どういうことだよ森崎。さっき監督と話し合った時に話題になったんだけどさ、この夏は予選から、その分下級生は真剣勝負の経験が不足してるだ。なるほど。下級生もそれなりに強いけど、大友中には新田がいるしな。そこを勝ち抜いて全国大会に行ったら、今度やっぱり先輩としては全国4連覇を目指してほしいところだし。ってなると、それなら彼はどうかな。さっきの紅白戦でなかなかのプレイ。ああ、彼か。そういえば結構うまかったな。あいつか。たし、ちょっと話があるんだ。朝からずっと練習。やっぱり元気のあるやつが。実はというわけで
今度の新しいリーグ戦が開く。それで誰か選手が一人必要。そこでお前に声をかけたってわけさ。紅白けど、はっきり言っとくぜ、俺たちレギュラーけど、お前ならきっと耐える。下級生だからって遠慮することはないぜ。聞きたいことがあったら何でも聞けよ。不安もあるだろうけど、頑張り続ければ。もう帰らなきゃ。そうか。あ、翼はすげえよな。ブラジルに行くために1年。まあ外国でプロになるなら必要だし。だったら翼よし。おお、見ても大きなスタジアムだな。俺たちがここに来るのってもう何度目だっけ。おお、ちょっと翼、学校に残っててもよかった。そうはいかないさ、ベンチに入らないと。スタンドで。ああ、見ててくれ翼。俺たちの猛練習によくついてきたな。疲れてないか。サッカーのスタ。君は本当にサッカーが好きなんだな。俺も見習うぞ。そうだ、俺はしばらくみんだから、このリーグ戦キャプテンを一緒に頼めるかな。うん、 いつも声出して練習を引っ張ってるのは石崎。俺が。分かった。うん、頼んだよ。いっ、お、任せ。よし、それじゃみんな。お、サッカー協会が今月初めに行われた、来月にアメリカで行われるジュニア強豪校同士の戦いはもちろん、今回参加したチームの中から、これより。どうにかこの短事実で、ま、大会趣旨を理解し、フランス国際ジュニアユース大会の中止、しかもその新たな想定していた代表合宿などの許。はい、選手を大きく成長す。そう、そのたとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっている。全国大会で選手たちが見せたような、それがこのニューヒーローリ。そしてそれは世界と勝負するための。ああ、あとはか。みんな、いよい。相手はどこも力があるチームだし、全国大会3連覇した俺けど、俺たちは王者軟轄だ。気合負けだけはするな。そして、ああ、君はこれが初めての。いい度胸。君はみんなを信じて自分のプレーをすればいい。それじゃあ俺はスタンドで応援してる。おお、お前たちとは小学生の時以来の対戦だな。ああ、そうだな。こっちはヒューガ、タケシ、若島津がいない。そしてそっちも翼、美咲。だからこそチームの総合力が問われるってわけだ。そうだ、今日はそうはいくか。俺たち軟轄の。お前一だが、年下でもうまいやつはうまい。容赦。
挑発してくるとは。敵の弱点から容赦なく攻めるのが俺。お、俺たち南葛中にはトップレベルの選手が揃ってね。このニューヒーローリーグは試合で頑張って活躍すれば、そうやっていろんな選手と仲良くなったり、ライバルとしてこんなチャンスは滅多にないぞ。さあ、いよいよ始まりますこの一戦。好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。南葛対明和東、ここ埼玉ワールドスタジアムは試合開始です。かわして振り切った。それ素早く横にかわす。いや止められない。横にかわして抜けてくる。そこだ。次々にかわしていく。そこだ。シュートでゴールを狙う。あ、弾きます。ここは抜かせません。パントキックで大きく蹴り出した。いざくワンタッチで送る。キスリグ横にかわして突破。チャージが決まった。ぶつかっていった。このスルーパスは通るか。あとオフサイド。明和東この位置からのフリーキック。このキックで再開。パスを回す。タックルも決めた。よく使った。さあゴール前です。チャージが決まった。そらさあよ。キスギ君ボールを奪うことができません。岩見君このスライディングが決まった。激しいタックル。横にかかった。長野君ここは抜かせません。かばして振り切った。伊沢君ボールを狙うも届かない。このタックルは不発に終わります。高杉君ここで止めた。高杉君スペースにパスを出した。タックル横にかわして突破。このパスをカットします。横をすり抜けた。あっと奪い返した。パスを出します。パスを出すよ。岩見くんスライディングでカット。かわして振り切った。これはドロー抜きだ。スライディングで止めた。
ここはパスを出した。はっ、やっちゃった。スライディングで止めた。なんかつキャプテンのガッツあふれるプレーがチームの勢いに火をつけたか。横をすり抜けた。そこからのフィーにかわしていく。ここからシュートに持っていく。これは反応しているぞ村沢くん。ボールはまだ生きている。パスを受けた杉くん。激しいタックル。ここからシュートに持っていく。そこだ。なんとかボールに食らいつく。キーパー止められない。入った。ボールをゲット。やそれ。そこだ。そこ。よし、かわした。チャージが決まった。長い距離のスルーパス。よし、素早く横にかわす。これはゴールだ。なんだと。横にかわして突破。かわして振り切った。ここから打ってきた。やった、奪い返した。キスギ君、シュートまで持ち込めるか。シュートだ。パントキックで大きく蹴り出した。パスをもらった。おっと、スライディングで止めた。抜き去った。よし、サキ君、横にかわして突破。これはゴボウ抜きだ。キスギ君、シュートを放った。ここは抜かせません。キスギ君、豪快にシュート。これを正面から抑えに行く。体ごとぶつかっていった。いけ、横をすり抜けた。そら、山森君、このスライディングが決まった。ロングパスだ。このパスをトラップ。森君、激しいタックル。横をすり抜けた。スライディングで止めた。それ、よし、かわした。森君、スライディングでカット。明和東、ここでスライディングだが本領発揮か。リアミ君、ボールを狙うも届かない。横をすり抜けた。沢木君、渾身のシュート。これは反応しているぞ。あっと、これを弾いた。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいけど、長い距離のスルーパス。はぁ、はぁ、やった。横をすり抜けた。川越くん、もらった。ここで奪った。木杉さん、このスライディングが決まった。ここでスルーパス。さあ、勝ち点。ここで、やった。南葛、前半を終えて一歩リード。しかし試合の行方はまだまだ分かりません。後半戦キックオフ。榎本君、このボールをコントロール。横にかわして突破。それ、沢木君、素早く横にかわす。止められない。横にかわして突破。渾身のシュート。森崎君、このシュートに反応している。これは会心のセーリング。長い距離のスルーパス。木杉君、スペースにパスを出した。横をすり抜けた。いざ、かわして振り切った。何、スペースにパスを出した。ボールを奪った。おっと、攻守交代だ。と、横にかわして突破。鋭いスライディング。パスを出します。そら、あと、ドリブルを見送る。あっと、奪い返した。堀君、ボールを狙うも届かない。横にかわして突破。高木君、ボールを奪うことができません。体ごとぶつかっていった。堀君、パスを回す。岩見君、ボールを奪った。南葛、キャプテンのガッツあふれるプレーがチームの勢いに火をつけたか。ボールはまだ生きている。はあ、このタックルは不発に終わります。ふん、はあ、素早くつなぎます。渾身のシュート。そこだ。豪快にシュート。村沢君、これはキャッチできない。
スライディングで決めた。狙いすましたパスを送る。素早く残り込んだ。シュート。このシュートは枠を揃え。南葛コーナーからどう狙ってくるか。決めてやったぜ。このパスをトラップ、パスを回す。ははっ榎本くん、パスを出します。岩見くん、ボールを狙うも届かない。このボールのコントロール、素早く横にかわす。ボールダッシュ成功。素早く横にかわす。次々にかわしていく。榎本くん、素早く横にかわす。中里くん、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。横にかわして突破。それ中里くん、ボールも狙うも届かない。ダイレクトでシュート。森崎くん、ゴールを守った。守備陣の隙間を狙う。ここでパスカット。成田君、素早く横に通す。森崎君、このシュートを正面から受け止める。パスでいけた。さあカウンターだ。もらったぞ。タックルが炸裂。これはゴールラインを割ります。南葛ゴールキックで仕切り直します。守備陣の隙間を狙う。石崎君、スルーパスを狙う。鋭いスライディング。スライディングで止めた。伊沢くん、これは必殺のロングパスだ。それもらった。素早く横にかわす。なに、連続突破で決めます。横をすり抜けた。もらったよ。かわして振り切った。必殺のシュートでゴールを狙う。このボールに飛びつく。村沢くん、ボールはまだ生きている。やった。横をすり抜けた。鋭いスライディング。明和東、ここでスライディング部隊が本領発揮。ワンタッチで送る。回して振り切った。ここからシュートに回っていく。これは反応しているぞ。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。キスギ君、このパスをカットします。シュートスライディング。スライディングで止めた。やった。ドリブルで突破。チャージが決まった。はっ、伊沢くん、スライディングでカット。ここからシュートに持っていく。これは反応しているぞ。弾いた。ここでボールを失った。キスギ君、素早く横にかわす。はっ、岩見くん、スライディング。南葛、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。
石崎、南葛中期確かに俺たちが勝った。考えてみればそっちは元明和 FC が8人、こっちは翼を入れればも長く一緒にサッカーをやってきてお互いのことをよく知ったなあ。お前たちはもちろん高校でもサッカーを続く。ああ、だったら高校でも俺たちの戦いは続くな。楽しみにしてるぜ。成田、え、昔の話をすると明和 FC 出身じゃない成田たちをそれに今まで沢木たちからは明和 FC の話をいろいろ最近成田、沢木、今日の悔しさは明和東のみんなが、だから高校サッカーで今日の借りを一緒に返そう。ああ、それじゃあ今日の練習ありがとうございました。みんな、だからしっかりご飯だ。はい。あれ、石崎はまだ帰らないのか。ああ、俺はもうちょっと練習してく。南葛中のキャプテンになったんだぜ。そういえば石崎は南葛 SC の、学ぶが言うにはあの時は石崎だけ合格が怪しかったからチームの全員。でも俺はへこたれずに頑張っ、それに他にも、他にみんな全国大会、翼の最後の試合、完璧な体調。あ、全国大会の決勝が最後のつもりだったけど、今回新しい翼がいつ完璧な体調になるのか、それは。そしてこのリーグ戦、あいつらはそこまで全勝で来るはずだ。だから俺たちもそれでもって最後は翼と一緒に、とあの下手だった俺が南葛 SC に入って全国優勝して、南葛中では全国大会3連覇まで。それもこれも翼に出会ったおかげだ。エキシビションとはいえ全国大会の優勝行動、そのために。石崎、お前キャプ、何、そうさ、石崎、翼に出会って変わったのは石崎だけじゃない。終鉄と南葛の対抗戦で初めて、前の年に全国優勝した俺たちが抜かれて全国大会、ほんとけど、あれから俺たちも、俺も小学生の全国大会でヒューガのシュートは、ボールは友達、怖くないよって励ましてくれて。翼に恩返しをしたいのは俺たちみんな。お前ら、そういやお前はプレイの真似をするくらい翼を見、お前のサッカー人生もそれじゃあ見。ああ、もうお腹が空いたみんな、翼、こんな時間まで練習してたのちょっと張り切っちゃってな。翼は、ああ、軽いランニングくらいは大丈夫だってお医者さんから許可が。よかったな、一歩前進じゃないか。え、あれだけ練習した後なのにお前元気。翼もお前も二人とも気をつ、ああ、それじゃあ行こうか。よし、ふう、体を、それともここの、ああ、そのためにリーグ戦の間に君は夢ってある、実は俺も君と同じさ。君は知ってるかもしれないけど、俺はブラジルには俺のサッカーの師、
の、そしてそのブラジルで、そのために小学生の時か、お互い夢のため。ハハッ。